はい、今回の動画はワード時短術の3回目の動画ということで1回目2回目の動画に続いてワードの作業を効率化する時短術をいくつかまとめてご紹介していきたいと思います。それではまず1つ目なんですけどもワードを起動した時の画面を省略をしていきなり白紙の文章を直接開く方法をご紹介します。 でどういったことかというと現在のワードはですねソフトの方を起動するとこちらのこの起動画面ですねこちらがですね必ず起動してまあここからですね白紙の文章を開いてみたりだとかまあ何かテンプレートを開いたりだとかすでにですね作成しているファイルを開いたりだと,かという形で作業を進めていきます。 ただですねワードを起動した時っていうのはもうほとんどのケースで白紙の文章を開きますよといった場合はですね毎回毎回ですねこの起動画面が表示されるのは少しですねうっとうしく感じるケースもあると思いますんでそんな場合は設定を変えることによってですねワードの起動と同時にですね白紙の文章を開くようにすることができますそれではその設定方法ですけどもまずはねこのワードの起動画面の左下の方にあるこのオプションっていうところですねこちらをクリックします はいそうすると、このワードのオプションの画面が開きますんで、この左側のところはね、全般を選択をしてもらって、画面を少し下に下がってもらうと、この起動時の設定というところに、ここですね、このアプリケーションの起動時にスタート画面を表示するというところ、こちらがですね、標準の状態だとチェックマークがついてますんで、ワードの起動と同時にですね、もう白紙の文章を開きたいといった場合はですね、こちらのチェックマークを取って、これで OK ボタンをクリックをしてください。 じゃあ試しに一度こちらワードの方は閉じてもう一度ワードの方を起動してみます。はい、そうするとこういった形で起動画面を省略してですねいきなり白紙文書を開くことができました。なのでワードを使っていてですね毎回毎回ですね先ほどあの表示していた起動画面が表示されるのが少し鬱陶しく感じている方はこの設定をしといてもらえるといいと思います。はい、では次に名前をつけて保存を素早く行う方法をご紹介します。 で現在のワードで作成した文章を名前を付けて保存したいといった場合はこの左上のファイルというところをクリックをしてでここから名前を付けて保存のところを選択をしてでさらに保存先を指定してですね保存するという手順になっています。 もちろんねこの手順でやってもらえればいいんですけども以前のワードと比べてですねこの名前を付けて保存の手順が少し増えてしまったので実はですねショーートトカットキををを使ううここことととによっっててもっと素早くこの名前を付けて保存を行うことができますそれでは早速やってみたいと思うんですけどもじゃあちょっともう一度先ほどの画面に戻して「名前を付けて保存をしたいよ」といった場合はキーボードのファンクションキーの12番のキー F の12のキーを押してください。 はい、そうするとこういった形でですねいちいちですねこの最初のスタート画面に戻らなくてもこの画面上で名前を付けて保存のウィンドウが開きますんでここからですね保存先を指定してですね保存することによってより素早く名前を付けて保存を行うことができると思いますちょっとしたことではあるとは思うんですけども結構作業の効率化につながると思いますんで是非ねこの F12 キーでの名前を付けて保存を使ってもらえると便利だと思います はいでは次に、これも保存に関する設定なんですけども、保存先としてよく使うフォルダを、規定の保存フォルダに設定する方法をご紹介します。で、ファイルを名前を付けて保存するといった場合はですね、通常はですね、毎回毎回ですね、その保存先のフォルダを選択をします。 もちろんそれでもいいんですけども例えばですけどワードで作成した文章に関してはほぼですねこのフォルダに保存するといったようなフォルダがある場合はそのフォルダをですね規定の保存先として指定することによってまあ毎回毎回ですねフォルダを指定しなくてもそのフォルダに保存することができますそれでは早速その設定方法ですけどもまずはこの左上のファイルというところですねこちらをクリックをしてもらってでこの左下のオプションというところですねこちらをクリックします はい、そうするとこのワードのオプションのウィンドウが開きますんでこの左側のところの保存というところをクリックしてくださいはい、そうするとこの文章の保存というところの中のこの規定のローカルファイルの保存場所というところですねこれがですね標準の状態だとドキュメントフォルダーが選択されてますんでこちらを変えたい場合はこの右側の参照というところをクリックします はい、そうすると、ここから保存先のフォルダを指定することができますので、まあ、例えばデスクトップにある、このじゃあ保管というフォルダにね、こちらに毎回保存したいといった場合は、こちらのフォルダを選択をして、これで OK ボタンをクリックします。はい、そうすると、この規定のですね、ファイルの保存場所がですね、今自分が指定したこのデスクトップ上にあるこの保管というフォルダに指定されたので、これで OK ボタンをクリックをすることによってですね、まあ、毎回毎回自分で保存先のフォルダを選択をしなくても、今回で言うと、この保管フォルダに、 保存されるとということですね、はい、では次は文字変換に関するちょっとした時短術なんですけども変換候補が多く出てくる時はスペースキーを使って変換をするんではなくて番号で指定しましょうということでどういったことかというと、まあ、文字は何でもいいんですけど例えば「たかし」とかっていうふうに入力をしてスペースキーを押してですね、まあ、こういった形で変換候補がたくさん出てきましたと。 で通常よく使うのはこのスペースキーを使ってですねこうしてねどんどん下に下がっていくっていう使い方はねよくやると思うんですけども例えばですけどもじゃあ今こちらで言うとこの9番目のところのこの「高し」という漢字に変換をしたいといった場合にスペースキーでずっと下まで押していくとですね少しですね効率としては悪くなりますんでこの今ね漢字の左側に番号が振ってありますけどもこの番号を押すことによって一発でその漢字に変換することができるんでまあ例えばですけどこの「9」のね漢字にしたいといった場合は数字の「9」を押すことに よってこういった形で一発でですね変換をすることができます。で変換候補がさらに多い場合ですねじゃあちょっともう一度変換の状態に戻してこの変換候補がねこの9だけじゃなくてもっとたくさんあるといった場合はですねまずはキーボードのタブキーを押します。 はい。そうすると、こういった形でですね、このウィンドウが横に広がって、候補の一覧が表示されますんで、さらにですね、じゃあ、例えばですけど、じゃあ、今、今回で言うと、一番右側のですね、一番上のね、漢字に変換をしたいといった場合はですね、この右矢印キーですね、これを押すことによって、こちらがね、番号が表示されるところの漢字がね、変わると思うんですけども、じゃあ、この一番目の漢字をね、変換したいといったことであれば、一番右側にね、矢印キーで持っていって、一番を押すことによってですね、より素早く漢字の変換を行うことができます。 いきますなのでこれもちょっとしたことではあるとは思うんですけども今回やったみたいに人の名前っていうのは結構こうたくさんのです、ね、変換候補が出てくると思いますんでそんな時にスペースキーでこうずっとですね変換候補を探していくっていうのは少し非効率になりますんで今回やったように数字で指定するというのとあとタブキーと矢印キーですねこれをねうまく使ってですね素早く変換してもらえるといいと思います。 はい、では次はワード時短術3回目の動画の最後のテクニックになりますけどもよく使う記号をショートカットキーに登録する方法をご紹介します。 でワードで文章を作成している時に自分がよく使うような記号ですね例えば単純なところだとか丸とか×とか三角とかねあとは郵便マークとか、まあ、そういったものはですね、まあ、もちろん丸とか×とか郵便という形で入力をして変換しても記号としてね入力をすることができますけどもこういったよく使う記号をですねショートカットキーに登録をして入力をすることもできます。 それでは早速そのやり方ですけどもまずはこの挿入タブですねこちらをクリックをしてもらってでこの中の記号と特殊文字というところにあるこの記号と特殊文字というところですねこちらをクリックします。で次にこのその他の記号というところをクリックをしてください。 はい。そうすると、ここで、ワードに使えるいろんな記号とか、あと、特殊文字ですね。こういったものがですね、一覧として表示されますんで、ここからですね、自分が登録したいですね、記号であったりだとか、まあ、あと、特殊文字ですね。これを探します。 じゃあ今回はまあ何でもいいんですけど、じゃあこの電話のやつにしてみましょうかね。まあ丸とか郵便だったら丸郵便という形で変換してもいいと思うんですけども、この電話のマークを入力したいといった場合にどんな感じで入力していいのか分かりづらいと思いますんで、特にね、こういったですね、特殊な記号とかね、文字ですね、これを登録をしておくと便利だと思います。じゃあ今回はこの電話のやつを選択をして、で、これでショートカットキーというところですね、こちらをクリックします。 はい、そうするとこの割り当てるキーを押してくださいというここにねカーソルが入っていると思いますんで、まあ、一応ねそちらを確認をしてもらってここでその使いたいショートカットキーを押してくださいただこの時によくあるようなショートカットキーですね例えばコントロール C コントロール V とかこれを割り当ててしまうとですねそのもともとのショートカットキーが使えなくなってしまいますんであまり使わないようなキーの組み合わせでやってもらえるといいと思います、まあ、今回何でもいいんですけどじゃあ例えばオルトシフト T とかにしてみましょうかね はい、そうするとこのねキーのところにオルトシフト T というふうに入ったんでこれで OK であれば割り当てというところをクリックしますはいこれで登録は完了なのでまあ閉じるで画面を閉じてもらってもう一度これもね閉じるで閉じますじゃあ試しにオルトシフト T を押すとですねこういった形でですねこの電話のマークを入力をすることができました なので今回はね、この電話のマークのやつを登録をしてみましたけども、自分がよく使う記号の中で少し特殊な記号ですね、そういったのがある場合は、このショートカットキーに登録をしておくと便利かなと思います。はい、といったことで今回の動画はワード時短術の3回目の動画ということで、全部で5つの時短テクニックをご紹介しましたけども、 動画を見ていただいてですね今までこれ使っていなかったけどもちょっと便利だなという風に感じたものだけでも取り入れてってもらえればと思いますそれでは今回の動画は以上になります今回も動画を最後まで見ていただきましてありがとうございました